これより中谷元防衛大臣とのご会談を始めさせていただきます。本日の司会進行を務めます知事公室七防災統括官の池田でございます。まず中谷大臣からご発言をお願いいたします。はい、おはようございます。本日はお忙しいところ分会の機会を受けていただきまして本当にどうもありがとうございました。また日頃から沖縄県外、ね、県内の自治体の自衛隊の部隊、また防衛局がお世話になっておりまして、この場をお借りしまして、お礼を申し上げたいと思っております。で沖縄におきましては、我が国の安全保障上、大変重要な地域でありまして、何かとご支援なり、またご協力もいただいておりますが、非常に戦後長らく米軍の成果にございまして、この沖縄県民にとりまして、この県内の米軍の基地、施設、これが集中をいたしておりまして、大変大きな負担をおかけをしていただいているということを非常に重く受け取っております。で小野田知事さんから、弊社からおっしゃっていることや、また沖縄県民の皆様方が米軍に対する思いをいかに大きなものであるのか、そういった点につきまして、今日はこちらに訪問させていただきましたので、その点お伺いをさせていただきたいということでございます。まず私の方から沖縄のこの地理的な重要性につきましてお話をさせていただきたいと思いますけれども、ちょっと資料を準備しましたので、A2AG という言葉がございます。これは接近を阻止をする、また領域を拒否をする、領域に入ってくることを拒否をするという言葉でありまして、沖縄はこの周辺国から見てですね、大陸から太平洋にアクセスをする上においても、また太平洋から大陸にですね、アクセスを拒否するにしてもですね、非常にその周辺国から見て戦略的な目標となる、場所、大変重要な場所であります。最近中国によるですね、この南西海域での拡張が非常に活発化をいたしております。資料を構えましたが、まずですね、この年間のこのスクランブル緊急発進の回数のチームですけれども、過去20年間 の、 このスクラムの回数ですが、この平成7年度は166回であったのがですね、平成26年度は943回、6倍近くに急増しております。で、これは南西区団の年間のスクランブルなんですけれども、5年前年間は数十回でだったのがですね、今468回、4倍以上に増加をいたしております。でこれは中国の飛行機のスクランブルの回数ですが、5年前が96回だったのが今464回、5倍近くになって、おおよそですね、南西航空団がこれ対応いたしております。それから次が、これは防空識別区ですが、平成25年の11月に中国が独自の主張で設定したんですが、これは飛行計画の通報義務とかですね、また中国の武装力で、防御的緊急措置を行う、指令に従わない航空に対して、そういうふうな行動をするということです。で最後に、これは中国の航線、これ尖閣諸島に対する領海侵入の回数ですが、国有化される前は合計5回でした。たったの5回、ところが国有化後はですね、117回、毎月、10隻が3回のペースで続いておりまして、今航空自衛隊も海上保安庁もこの対応が大変だというように状況が変化しております。で一方、先代で2プラス2で日米の防衛首脳会談を行いましたけれども、アメリカもリーバランスと言いまして、アジア太平洋正面、これには力を入れていくということ、それから尖閣列島におきましても安全保障の条約におけるコミットをするとお
ということをですね、しっかりと通貨進んでも、まあ、再確認しておりますので、まあ、こういった周辺国も日本も米国もですね、いずれもこの沖縄というところが戦略的に極めて重要な位置に存在しているということをまず申し上げたいと思います。それから次にこういった事態に対してどうするかということで、まあ、まず自衛隊におきましては、特に南西方面におきまして当初の警備等を強化するということで自衛隊の体制強化もいたしますし、また沖縄における米軍の存在というのは自衛隊の持っているこの抑止力とまた対処力、これを補完強化する存在で、まあ、不可欠なものであると認識をいたしております。まあ、しかしおっしゃるように沖縄における危機感、これは地元の皆様方の負担に、かかっているというのは事実でございますので、まあ、負担軽減におきましては米国とも協議した上でですね、まあ、実現可能なものから着実に使用しておりまして、先日の2プラス2におきましても沖縄の基地の負担の軽減、これを米側に要請をし、また米側の方も負担軽減に対するコミットメントが示されたわけでございます。まあ、このように負担軽減におきましても政府は力を入れておりますが、政府の仕事といえばやはり国民の命を守り暮らしを守るという、やはりそういった安全保障の責務も負っておりますので、まあ、一方ではこの抑止力を維持するという両方のですね、仕事をしていかなければならないと考えております。まあ、そこで普天間基地の問題ですが、やはり沖縄における米軍基地の中でもですね、特に市街地の真ん中にあり、また住宅や学校が近接にあるですね、北沼基地の危険性の除去、これは大変重要な問題でありまして、尾根田知事もご承知のように、まあ、平成8年に鎖国合流する際、沖縄県のご要望からですね、普天間の全面移設閉鎖、まあ、こういうことも合意決定を、まあ、いたしましたので、まあ、私はこの問題点の原点というのはこのその点にあって、普天間基地を固定化させない、これは日本政府も沖縄もですね、共通の認識ではないかと思っておりまして、まあ、その上で私も2001年2002年に防衛庁長官をさせていただきましたけれども、こういった抑止力の維持と、また普天間の危険性の除去ということを地元の皆さんとも話をしましてですね、この辺野古の移設というものを、まあ、決定をしたことに関わった人間の一人でございますので、まあ、いろいろとその後経緯がありましたけれども、どう考えてもですね、やはり普天間を辺野古に移設するというのは唯一の解決策であると私は確信をしておりますし、また一日も早く普天間基地が返還に向けてですね、全力を持って、安全に留意をしつつ、設置を進めていきたいと考えております。最後に自衛隊の体制につきましてですね、今沖縄における自衛隊といいますと警戒監視、災害派遣、それから不発弾の処理、患者さんの緊急搬送などですね、従事しておりますけれども、この点におきましては県の皆さんに大変お世話になっておりまして感謝を申し上げますが、まあ、これに加えまして南西の当初の体制の強化といたしまして、沿岸監視部隊と警備部隊、これを配置を計画をしております。今与那国島に配備する沿岸監視部隊については、今年度の新編に向けて、施設整備を進めております。それから先島諸島におきまして、宮古島市から調査を今着手をしておりまして、まあ、この警備部隊の配置に向けてですね、その部隊化の検討を行っております。それから南西地域における防空体制、これを強化するために、那覇基地における戦闘機部隊を2個飛行隊から、まあ、2個飛行隊に、造成をしまして、この第9航空団を進展をし、また南西地域のレーダーサイト、
これの自衛隊の実員のさらなる充実を図っていくということでございます。まあ、この他の那覇港湾施設のですね、裏添えへの移設、また第二滑走路内の自衛隊の用地の問題点、また嘉手納伊丹の基地の返還の早期実現など多くの案件がありまして、これからも県の皆さんとですね、これはお話し合いをして協議をしていかなければなりませんが、まあ、いずれにしましても我が国の安全保障とまた沖縄県の発展に関わることでございますので、今後ともよろしく協議をさせていただいて、こういった話し合いがですね、身を結ぶように努力してまいりたいと思います。中谷大臣、どうもありがとうございました。続きまして、小長知事からご発言をお願いいたします。中谷大臣、防衛大臣のお願いいたします。先月4月には、菅官房長官、それから安倍総理、お二人とですね、お会いをさせていただきました。みんなお話をさせていただきました。そのことが、今度の中央メディアの世論調査で、国民の夢から平均して 10% ほど多くですね、新電力建設に反対かという世論調査になりました。本日の沖縄の国民会が反対しますね、大変な議論を通じています。中谷大臣とは私が那覇市長時代に乗り始めたのに、自民党の沖縄県連の実際に県民です。それからコスプレ入りについて、平行線とはいえ、お互いの主張をですね、確認をして、今後の議論の、約束を、したいというふうに思っております。しかしながら、昨年9年ですね、中谷さんが防衛大臣に就任をされ、そして私は沖縄県知事に就任をいたしました。それぞれ国と県の責任者としてですね、またお会いできることを期待しておりますが、国会答弁や、あるいはマスコミ報道等によりますとですね、大臣の、今の話し合った民主主義の革命とか、そして日本の安全保障はどう考えているのか、沖縄県とは考えているのかというような私の方からのことを計り知らないですね、発言が聞こえていると思います。とても沖縄県民に寄り添ってご理解いただけるように努力したりという政府の方針とですね、ここと、あれなかったことが、さらに政府とですね、沖縄の事情を深くしたのに、驚いたと思います。普天間基地の5年内での運用停止の定義がですね、大臣は3月の安全保障委員会で、飛行機が飛ばないことが答弁がありました。しかし、4月24日には、減少を踏み入れてはいけないと、あっさり撃退をいたしまして、中山知事とは運行停止について政府がやり取りした言葉であって、これが合意されたわけではありませんとの答弁を伝えております。5年以内の運用停止は現地部の地元の庶民の大変大きな石垣として、現知事は、官房長官の省にお約束をしたことが最高の関係だとおっしゃっています。ぜひともですね、からかい方にならないように、しっかりと対応していただきたいと、このように思っています。このようなことのですね、積み重ねが、今日の日本国民全体で、日本の安全保障を考え、対応すべきだという努力を行って、戦後70年経っても、沖縄に負担をかける、あるいはまた辺野古が唯一の解決策と、こういうことでしか、日本の安全保障を考えない。そういった日本の政治の中でですね、沖縄が歩み、苦しみ、そして自己決定権をですね、強く主張する理由となっているわけであります。私は2年前、参議院の予算委員会でですね、超党派メンバーで代表をされまして、市所在市町村との議長とのですね、意見交換があります。その席上、普天間基地の県外施設に話が及びましたとですね、自由民主党の議員が大きな声でですね、こうおっしゃっています。本土が嫌だと言っているのなら、
沖縄で起きるのが当たり前だと、不毛な議論をやめようやとは発言しています。こういう国会議員ですから、それどうやって、日本の安全保障をですね、議論できるのかですね、大変な絶望感がですね、感じているわけであります。これも改めて申し上げますけれども、沖縄は自ら基地を提供したことがとてもないんですね。全部戦後、民族に、銃剣とブルトオーダー、強制的に接収されて、今月に至っているわけであります。海兵隊も、もともと沖縄にいるわけではございません。本土の方にあったものを60年、70年代にですね、沖縄に移してきたわけです。これも、私からすると、大変、経緯中の審判がございます。自ら奪っておいて、普天間基地が老朽化した、世界一危険になったから、新兵の基地に移設をさせる、嫌な大体案をですね、沖縄に出せているんですね。その考え方もですね、どこに私から言わせれば、自由と民主主義、人権という価値観を共有する国々とのですね、約束を実現する資格があるのだろうか、これは私は沖縄の視点から言うとですね、大変それにですね、強く感じていると思います。日米の安保体制である、日米同盟というのは、私はもっと品格があるんですね、世界に簡単に誇れるものではない、誇れるものであってほしいと、心から願っていると思います。沖縄県は、昨年の一連の選挙、名護市長選挙、そして沖縄県知事選挙、衆議院全選挙区で新兵の継続反対の候補者を当選いたしました。これがもう沖縄県民ですね、2人でございます。その中で中谷大臣に具体的な問題が2つございます。一つは、沖縄県から見ると、どんなに米軍が事件事故を起こして、またその都度沖縄県に各市町村長、そして議会等が防衛局に出ます。意見や抗議をしても、残念ながらですね、防衛局にですね、抗議した能力がございません。能面のように、この件は米軍に伝えたいと思います。ということがほとんどであります。日米地位協定にですね、最前線にいるということはですね、そういうことでありまして、沖縄だからこそ、これが現実に見えてくる状況でございます。私たちも他の都道府県の局長さん同様ですね、子供のことやお年寄りのこと、そしてまた、町づくりのために全力を尽くして頑張りたいんですが、いかんせん基地に時間が割かれすぎるんですね。私は知事に就任しまして、約5ヶ月ですが、8割、9割は基地です。それ以外にですね、経済も、福祉も、教育も、サービスも、基地問題だけで私はですね、本日の知事職を担当したいと思うようになりました。せめて、事件が起きたらですね、私は防衛局長をはじめ、職員が、この県や市町村に出向いて説明をし、私たちの意見も聞いてもらいたい。これは軍天局のですね、部長とか副長とか、非常に多くの方がおっしゃっておりますので、ぜひこれはご検討いただきたいと思います。それから2つ目はですね、県元の岩礁破砕許可の関係で、コンクリート製構造物の設置状況に関する調査について、外務省特例局に、速やかに立ち入り許可が得られるよう依頼しております。沖縄防衛局においても適切に対応していただくようお願いを申し上げました。今日まで海上保安庁から、船や防衛局に出席をし、それから工事作業船にですね、出入りをして、沖縄県の調査船にですね、入れないと、こういう状況が続いております。これはまさしく陸自に、見えないところで現状が変更されているのではないかと。理事会を私に承知させていただきます。私は日米安定保障を考えているんです。私の政治の流れもですね、そういうものでございました。しかしながら、新兵の告知が唯一の解決策だという考え方に、日米両政府が固執をすると、私は日米安保体制に大きな不幸を起こすようにこのように思います。ですから先ほど来、この沖縄のいかにですね、日本を安全保障のために重要だという話がございました。しかし、考えてみると70年間、冷戦構造時代もですね、それから今日に至るまでですね、いつも沖縄はですね、重要なその要というようなことで、何らそれの変化はありません。
先生が強調されたこともですね、冷戦構造時代より本当にそれが教職教育になっているんですけど、そのアジアの人にですね、重大な危険性をですね、持っているのです。あるいはグローバルなですね、これからのアジアの人積極的に併合主義というと、ある意味で中東をですね、視野に入れても日米の同盟、日米の体制がありますが、その中にも沖縄というものが続けられるというふうに思いますね。これは私は沖縄は一体いつまで世界中にですね、そういったものにですね、用立てなければ私たちは進んでいけないというふうにですね、この辺のところが先ほどの説明でも現状はよくありますが、過去はどうか、先ほどはどうか、70年間を預かっているというふうに、これから以降もまた70年間預かるかというふうに、この辺のところが明確でないのですけど、私からすると先ほどの説明でですね、なかなか納得をするというふうに思います。ですから私はヘロコネルには建設の基地を建設するのは不可能であって、私ども沖縄県としてですね、これは絶対に反対をしているとこのように思っております。このまま日本政府が地元の理解を得ることなしに、この基地建設が途中で頓挫することが起きることがですね、それに伝えられる、私は全て政府の責任であると思っております。防衛大臣のご尽力により、政府の新たな連絡も対応しております。固くなら固定関連として建設工事等を中止することを決断をされまして、そして私たちと話し合いを継続していただきたいと思います。私も今おっしゃったいろんな関連の話をしていますが、そして日本の安全保障は日本的に全体じゃないかと関心できます。その努力は今後の政治の方が本当に地元の方々にですね、自分の命をかけて自分の心を守る、そういう話をされたことがあるのかどうか、先ほどの参議院の予算委員会のモーターのお一人が嫌だと言ってるのに、そんな沖縄を受けるのは当たり前だろうという、そういう中でですね、いろんな安全保障がかかったら、私たち沖縄県民はですね、これはもう今後ともですね、そういった大きなですね、命題の中で大変切ない寂しい思いをしております。ぜひこの気持ちをご理解いただいてですね、よろしくお願いします。それではこの時間以降はマスコミの皆様は退出してくださるようお願いいたします。また、向こうの皆様に当たりましても退出してくださるようお願いいたします。